吉田のうどんは山梨県富士吉田市及び同市を含む山梨県郡内地方を中心として食べられている郷土料理のうどんである。硬くて腰が非常に強い麺とすりだめが特徴となっている。2007年農林水産省が各地に伝わるふるさとの味の中から選定した農産漁村の郷土料理百選の一つである。山梨県の伝統的な粉色料理の中には 宝刀と、このうどんがある。これらは、富士吉田市及び、郡内地域でも広く食されている。宝刀は、麺よりも、野菜の量が多い家の食事であり、小麦粉を多量に消費するうどんは外食、または、晴れの食として、明確に区別されている。富士山北六は、冷涼な気候、そして、火山灰や溶岩に由来する、水持ちの悪い土壌ゆえに、稲作が困難だった。 そのため、山陸地域では、水がかり麦による麦作が行われ、伝統的に小麦を中心とした、粉食料理が、日常食とされていた。吉田の語源となっている、富士吉田市は、海抜が650メートルから900メートルであり、年間平均気温が11度と冷量であり、火山性の土壌のため稲作に適さなかった。代わって栽培されていた大麦。 小麦を粉にして練った水頓を主食としていた。江戸時代には富士港が流盛を極め、北陸地域では吉田塾や川口塾など富士産経者相手のご視聴が成立、その中で三景客を相手にうどんも売られ始める。しかし、専門の店舗を構えたものではなく、一般の居住用家屋を昼時だけ開放してうどんを供したと言われる。今でもその名残で、 看板ものれも掲げない居住家屋の一階今を利用した店舗が多く見られる。また、江戸末期から昭和にかけて、軍内地方における基幹産業は女性が携わる養蚕や旗織りだった。一方、工作地に恵まれない土地柄ゆえに男性はよその土地に行商に出て生活の糧を得ていた。男性たちは養蚕や旗織りで忙しい女性に代わって、 水地を受け持ち、女性が旗織りを止めずに食べられる昼食として、うどんを打った。さらに晴れの飽食感を演出する必要性があり、男性の強い力で地粉をこねて、腰、硬さ、太さに特徴を持つ吉田のうどんが育まれたと言われている。女性の水地を避けたのは、水仕事による手荒れや赤切れで、旗織りで扱う糸の汚損を防ぐためもあった。吉田のうどんの例。 つけ麺。付け合わせは揚げ玉とキャベツ。つゆワン奥にあるものがすりだね。すりだねは店舗ごとに作ることも多い。最も大きな特徴は麺が硬く非常に腰が強いことである。このテングルテンの生成による腰が必要とされない方法に対して明確な差がある。麺に使用する小麦粉は他地域のうどんと大きな違いはないが、 固く仕上がる粉が好まれる傾向にある。また、地粉を使用したり、手打ちをする店も多い。汁は、煮干しや椎茸の出汁がよく用いられる。醤油、味噌、醤油と味噌の合わせ味と、いえ、店によって違う。外観上も、澄まし汁と味噌汁の中間といった感じを提出。また汁肉として、細切りや輪切りの人参や椎茸が多い。合わせ味は、醤油、 味噌ともに大豆から作られることから糸こしると呼ばれる。最近は県外者の客の好みに合わせて削り節や昆布の味もある。内食の場合も基本的には出汁と味付けは大きく変わらない。茹でキャベツや油揚げと甘辛く味付けされた肉には馬肉を用いることが多くトッピングにきんぴらごぼうを入れることもある。価格が安いため肉を入れたうどんは 肉うどんと別メニューにする店がほとんどとなった。茹でキャベツを添えるのは桜井うどんが始めたとされる。薬味にはすり種を用いる。これは赤唐辛子をベースにしてごまや山椒を加えて油で炒めたもので、これも吉田のうどんと各店の特徴ともなっている。一般家庭では観光総菜時にうどんでもてなす習慣がある。 その場合は煮上げた麺を大皿に盛り、銘銘が箸で取り、手元のワに入った煮干しや、椎茸出汁の醤油味の温かいすまし汁につけて食べる、つけ麺方式が多い。店舗にあるメニューで特徴的なものは、馬肉を甘辛く煮たものを乗せた、肉うどん、冷たい麺に冷たい汁を皿に満たした、冷やし、温かい汁に冷たい麺をつけて食べる、つけ麺などである。 いずれもにキャベツがグとして入れられている。店舗によっては、つけ麺の麺を温めて、汁が冷めないようにできるところもある。なお、つけ麺で食べるときは、おかわりをする前提でさらに麺が大量に盛られている。店舗の場合は、つけ麺やかけうどんによらず一杯ごとのボリュームがある。ために、おかわりを頼む人はそう多くない。また、回数も控えめである。また、茹でた麺を器に取り、 ゆで汁をそのままかけた湯盛りという食べ方もある。この場合、鰹節等を上からかけた上、生醤油を回しかけて食べるのが一般的である。5万人規模の富士吉田市には60軒以上のうどん店があり、およそ1000人に1軒の高い比率である。価格は1杯250円500円と比較的安い。その多くがお昼飲みの営業であり、日曜日は 休みとなる。道の駅富士吉田の軽食コーナーや市内各地で提供されている。また、近隣地域にも点在している。富士吉田観光振興サービスによるうどんマップに掲載されている店は約50件。後継者なんで点数は減少傾向にあるが、一方で地元の山梨県立ひばりが丘高等学校うどん部が日曜日限定で店を出したり、 吉田うどんの麺を使った洋食を提供する店が現れたりするといった新しい動きもある。吉田のうどんをモチーフにしたカップ麺セブンイレブンでのレンジアップおよび冷やし、吉田のうどんなどが市販されている。吉田のうどんを PR するため、富士吉田市出身の武藤刑事出演の動画武藤踊るまはらじゃが地元の富士吉田市により制作されている。ありがとうございます。